方が薬局マジで No Doubt。 はい、おいさー、大賀ゆかっチャンネルへようこそ。ワルポップです。ニュンニュンです。ブーです。はい、はい、ということで今回は、はい、レオピンロイヤル。レオピンって何ですか？何ですか？こちらがですね、はい、ニンニク、熟成したニンニク抽出エキスでできた滋養強壮剤になっております。お、はい、こちらがですね、非常に珍しくてあまりお取り扱いできないんですよ。いろんなお店に置いてるわけじゃなくて、大葉薬局ならではのおすすめ商品になっております。ニンニクってやっぱりこう元気になるって言うじゃないですか、うん、ニンニク注射とか言いますからね、うん、はい、でもその後ニンニクニンニク食べるとやっぱりちょっとお腹食べ過ぎるとですね、お腹下したり、ね、あとは口臭ですね、はい、気になります。そういったですね、ちょっとニンニクのデメリットというか、そういうところを2年間熟成することで、うん、2年間、うん、そういうの全くなく刺激をなくして、でさらにですね、こう元気になるような、でニンニクのいいところをより高めた商品ですね。でもこれレオピンロイヤルじゃないですか、はい、なんでロイヤルなんですか？うん、ロイヤルがですね、一番レオピンの中でも最高級の、あ、他にも種類があるんですね、はい、あります。大体いくらぐらいですか？こちらがですね、1ヶ月分なんですけども税込みで、9504円でございます。1ヶ月分ですか？毎日こう栄養ドリンクを飲むと考えたらですね、そのニンニク、熟成のニンニクエキスも一番量がたくさん入ってますし、あとは人参エキスとかゴーとか、おー、はい、そういったものも入ってますので、冷えとか、あ、冷え、うん、あ、冷え性、もう飲むとですね、体がポカポカしてきます。人参とゴーが入ってるんですね。はい、でもね、夏場でもやっぱり手足とかが冷たい方とかも効いていらっしゃるので、じゃあいいですね、これは。はい、これどうやって飲むんですか、ちなみに。ちょっとですね、こちらがちょっと面白い、特殊な飲み方なので、はい、はい、なんかここになんかこんなものも入れたんですけど、はい、じゃあ、先生お願いします。作っていきますね。はい、はい、こちら。あ、ちょっと緊張します。はい、次開けましょうかね。開けましょう。ありがとうございます。はい、よし、開けていただくと、はい、中身が。はい、まずですね、2つボトルが入ってまして、あ、ほんとだ、はい、見てください。白いボトルが、カプセルが、空のカプセルが入ってます。この白いボトルが、カプセルが入ってると、はい、はい、で、もう1個のボトルに、その、エキスですね、開けましょうか、入ってます。60カプセル入ってるみたいですね。はい、60カプセル、はい、はい、お願いします。はい、と、はい、カプセルが入っております。はい、はい、この2つで、はい、飲むですね。で、この空のカプセルが、じゃあ、おお、2つ。私もですか。はい。で、ちょっとですね。はい。あ、カプセルを作るんですね、はい、飲むカプセルを。へー、あ、でもなんかちょっと今蓋が開いたんですけど、ちょっとふわっと、うん、なんか香りが、ニンニクの香りが、お、ニンニク多めで、俺ちょっと見せてみて、ちょっと手が震えます。バリカタニンニク多め、あー、すごいすごいすごい、このくらいまで入れて大丈夫です。結構、うわ、表面張力が、で、これを蓋を閉めて、これで、おー、おー、面白い、すごい、特殊な、ちょっとこちらの方に、カメラの方に見せながらお願いします。はい、これは面白いですね。手が震える緊張してます。あ、すごい、はい、はい、はい、うわー、これはちょっと手間かもしれないんですけど、うん、この 手の作業、細かい作業がこう脳を刺激して、これもすごくいいと。なるほど、うん、そういう効果もあります。で、ちょっと作り置きしてたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、このカプセルがこうちょっと特殊で、うん、溶けやすいんですよね。あ、じゃあもう飲む時に作って効き目が早いように、あ、うん、直前に作っていただいて飲んでください、はい、じゃあ飲んでみましょうか。はい、じゃあということで出来上がりましたね。はい、出来上がりました。カプセル自体、あ、でも匂いはないです。そうです、さっき入れるときはすごい匂いがあったんですけど、肉の香りも全くしないですし、うん、うわー、すごい元気になります。そうな色、せーの、いきましょうか。これ飲んで、そうですね、お水で、水で、うん、
若干大きいですね。ちょっと最初はちょっとびっくりするんですけど、ごくって、うん、こちらがですね、芸能人も愛用、たくさん芸能人も愛用されてます。やらんのか。長崎のあの人でしょ。長崎のあれ、あんちゃんとかでしょ。わかりますよね。わかりますよね。今たくそ。やってみ。あんちゃん。全然違うよ、ね。誰だよ。どこの町娘だ。それとですね、芸能人の方も愛用されてるくらい。はい。はい、うん、あでも全然後味も別に何もない。味はしないし、うん、うん、全然。元々の報酬がおい、バカ野郎。ちょっとこうゲップみたいな、こっち上がってくるようなのがあったら、ちょっと胃が弱ってる証拠みたいで、なるほど、効いてる証拠、効いてる証拠、うん、なので、もしかしたら今日全然、ね、あとポカポカしてきますよ。いや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 。ちょっと入れる時がね、最初は慣れないかもしれないんですけど、最初はでもそれもだんだん楽しくなってきますので、そうですね、今日作ってあげるよみたいな、うん、ちなみに大体これは別に冷蔵庫とかに入れたりとかもしなくていいんです、ね、大丈夫です、はいはいはい、ということで今日はレオピンロイヤルの紹介でしたけど、はい、大体でも1カプセル、まあ、60カプセル入りなので、はい、大体1カプセルが、まあ、大体150円弱ぐらいですね、ですね、なので、まあ、ドリンクとかを毎日飲むよりかは考えたらです ね、ビジネスマンとかにすごくいいですね。ですよね、うんうん、まあ、ね、あの冷えとかにもいいってことなんで、女性の方とかも、はい、氷媒局だったら、そうですね、あの、はい、試飲もできますので、あの、あの薬剤師とか登録販売者に声をかけていただければ、ぜひぜひ作りますので、はいはい、大体の店舗でこう取り扱っているものになるみたいなので、はい、よかったら、ドラッグストアの方ですかね。そうですね、ドラッグストアの方です、はい、なので気になる方がいれば、はい、ぜひぜひ支援されてください、はいはい、ではこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします、はいはい、あとツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローお願いします。それではバイバーイ。マイファーマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうがハーテンクロスがスローガン大賀薬局マジでノーダウン。